아, 시작한다. 저 과자 먹어요. 고구마 과자. 뭐야, 피치성이잖아. 오, 뭐야. 어, 설마! 마리오의 루이지 RPG 아니지? 마리오의 루이지 RPG냐고! 뭐야? 이 시계야? 신작이야? 아무튼 내놔! 와, 큰거 오냐? 큰거 오냐? 마리오의 루이지 RPG! 리메이크야? 뭐야? 리메이크야? 와. 아, 마리오 루이지 RPG 해본 지 너무 오래라. 와, 레전드. 난 스위치에서 더 이상 날 만한 건다 나오지 않았나? 했는데 이게 나오네. 아, 진짜 잘 뽑았다. 약간 신작 같기도 하고. 11월 7일? 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。안녕하세요。저는コレシミダ。最初にご覧いただいたのはシリーズ9年ぶりとなる完全新作。あ、完全新作이래。マリオ&ルイージ RPG。完全新作이래。完全新作。海に浮かぶ謎の島々で繰り広げられる物語。そしてマリオとルイージによる進化したブラザーアクションにご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。ファミコン世界大会おうちで開幕。ファミコンゲームの一場面でタイムアタック。世界ランキング大会が幕を開ける。スーパーキノコ早取り競争などサクッ。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、メタナイト一騎打ち競争といった歯ごたえのあるものまで150以上の競技を収録。コース取りやタイミングなどを研究しながら何度もチャレンジ。ベストタイムを出して、画面が若干チャリンコ世界へ挑戦。크게키우느라。中には1の1から8の4まで一気にクリアするなど難しさが桁外れなレジェンド競技と呼ばれるものも。その難易度ゆえに、なんとゲーム内に攻略記事もご用意。攻略をしっかり読み込んで心して挑め。他にも世界中のプレイヤーのゴーストと戦うサバイバル大会モードを収録。試合ごとに半数が脱落する一発勝負の勝ち抜き戦。最後の一人になるまで勝ち残れ。任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会が4月18日発売。ホライゾンがレゴ。이제역사속에서만볼수있는건가？와ホライズンゼロドン、レゴロ나오는거スイッチロード나오는군요。レゴ게임이약간冒険を進めていくと裏を飾り付けたり、若干예쁜쓰레기같은느낌이대부분이라서재밌게나왔으면좋겠좋아좋좋을것같긴한데온라인にも対応。아이게근데이게어쩔수가없는게
그 연령대가 성인을 위한 게 아니기 때문에 애초에 저희가 하기에는 조금 싱거운 느낌이 들죠. 어린 친구들이 이제 주요 타깃이니까. 仲間と共に記憶を探す旅へ。ファイナルファンタジーの生みの親坂口博信と作曲家植松信夫が送るファンタジア。人が生きる場所を奪われつつある世界。記憶を失った主人公レオアは世界を脅かす邪神と戦うことになった。邪神か。 バトルで重要なのがスキル。起動を操作し、一度に複数の敵を攻撃できる。そして移動中に遭遇する敵はストックすることで、後でまとめて戦うことが可能。多くの敵を相手にするほど一撃で狙える数も増えていく。二人を離せ。離せ。共に全ての世界を救おうではないか。 판타지안 네오 디멘전은 この 冬 発売. 새로운 종목을 추가. 아. 농구. 닌텐도 스위치 스포츠에 바스켓볼이 추가. 드리블. 드리블. 파스. 슛 등. 쇼타. ジョイコンを使った体感操作で2対2の試合が楽しめます。また、スリーポイント。 아, 바로 층간 소음이야. 층간 소음에서 밑에 층에서 올라오면 같이 살아난 건가? 큰 그림이야? 사라니, 로컬 플레이와 물론 온라인では 세계 중의 人と 팀을 組んで 최대 4人で 2対2を 플레이できます。 バスケットボールはこの夏無料アップデートで配信。 닌텐도 스위치 빅업 타이틀. 빅업 타이틀. 메탈 슬러그가舞台を指揮するタワーディフェンスとして登場。 이거 그 근본 없는 메탈 슬러그 땡땡거리인지 나발인지 아니지? 性能の異なるキャラクターは300体以上。 한글 추가해준다고, 한글 지원한다고 거짓말한. 사라니 세계중의 플레이어와 온라인 대결이 가능. 메탈 슬러그 어택 리로드는 この 다이렉트 終了 후 配信 開始. 로드 오브 ザ 링의 세계에 暮らしてみませんか? 플레이어는 村의 신입 호빗と나り 村人との 커뮤니케이션や 悩み相談に乗ったり、素材を集めて料理をごちそうすることも。あなただけのホビットライフが。バンジーへ제왕이 될 상인가。発売が。ルイージマンション2HD。ちょっぴり臆病なルイージが向かったのは。 오바케 다라케 마리오 시카케 다라케 노 만션. 고생의 고토나루 후시기나 만션 데 크리히로게라레루 오바케 타이지 오 오타노시미 니. 쏟아테타 몬스타 도 3가 있는데 2는 이제 전 세대에 있던 걸 리마스터해서 가지고 온 겁니다. 이식판. モンスターを育て操る者は、ファーマギアと呼ばれ、運命を支えていた。ディジモニア?ラゴハイパン?魔王軍と戦うのは、自ら育てたモンスターたち。種を植え、育て。あに、 요즘 나오는 게임 웬만하면 갑자기 막 농작물 키운다니까? 戦いへと備える。様々な敵が待ち受けるバトルでは、敵との相性を見極めながらモンスターに指示を出し、
맞아. 캐릭터가 좀 페어리 테일 같은 느낌이 들긴 하는데. 거기 나오는 캐릭터들인가? 強力な 공격을 繰り出せる. 그림체가 비슷한데? 育てた 몬스터たちと共に 마오의 야망을 페어리 테일 작가가 그렸나? 파마기아와 11월 1일 발매. 아, 게임 이름부터가 소프트 라인업 팜 모식 갱이라고 써 있군요. 미키たちと 지켄을 해결. 디즈니 일루전 아일랜드의 무료 업그레이드와 このダイレクト終了後、配信開始。世界中のお猿たちとハチャメチャバトル。スーパーモンキーボール。ディズニーゲームズ。ディズニー、다른거하지말고ディズニー판ヒオス안만들어주나。崩れゆく地形で30人が繰り広げる乱闘アクション。バトルクラッシュ。君の手で。最強のドラゴンを育てる。냉장고야？ドラゴン最強を掴む。バトルコロシアム。ダイスを振って、コインを稼ぎ、街を発展。그러고보니까이번에뭐더라그모노폴리그거한고라지원한다고그러던데。壮大な空を自在に飛び回る。아니 CH 로에이스컴뱃이나온다고？에이스컴뱃30프레임으로돌아가겠지30프레임30프레임나오면다행이다24프레임나오는거아니야콩글리턴즈가 HD 니낫테터져동물을아야츠르티키족니우바와레테시맛다다이량의바나나를토리모도스고켄가하지마르육테오하바무테키오흔데타타이테코로나피테ドンキーならではのアクションで仕掛けいっぱいのコースに挑む他にも走り出したら止まらないトロッコや空を飛べるロケットバレルアニマルフレンドのランビといったさまざまな乗り物で道を切り開く지금スイッチ로발매되는웬만한닌텐도게임들은아 HD 리마스터라고보시면됩니다닌텐도 3DS 版で追加された코스も含めた全80코스でドンキーコング가大暴れドンキーコングリターンズ HD は2025年1月16日発売ジャングルを所狭しと突き進むドンキーコングとディディーコングの冒険が HD になってよみがえりますドンキーコングのパワフルでワイルドなアクションを楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。あ、ドラゴンクエスト？오근데느낌되게좋다야드라퀘3仲間と共に魔王討伐を目指す아 HD 2D 너무좋은데요果てなき旅路へ아마타の出会い아마타の試練そして、あまたの強敵たち。HD2D で描かれる世界で。あなたの冒険が幕を開ける。ここから始まる。あ、전작이랑내용이이어집니까ドラゴンクエスト3そして伝説へ
2024年11月14日아11월근데웬만한게임도나올거면진짜대작이아니고서야올해안에나와야돼내년에박터진다고요뭐야원투도나와2025년야전작안하면이해하기어렵다고하더니닌텐도이렇게이렇게까지해줘고라민아사마곤니치와호리유지です한글내줘라진짜드론퀘스트3의映像이かがでしたか요약発売日を発表できて僕も嬉しく思いますそして今日サプライズで発表したドローンクエスト 1&2 も HD2D で読み上げることが決定しました1、2도 HD2D로나온대요物語を始めるとなっており3、1、2の順番でプレイしてもらうと圧倒的に展開が待っていますロト3部作となる3と1&2どちらもぜひ楽しんでもらえたら嬉しいですどうも堀井裕二でした堀井さんありがとうございました HD2D になってよみがえる新たなロト3部作にご期待ください引き続きヘッドラインをご覧くださいアーケードコレクションが登場マブルデ結婚新작나와는옛날거네넌タッグを組んだアーケードタイトルがセットになって登場옛날거잖아 X-Men チルドレンオブジアトムから아니얼마전에저희가그스파이더맨할때였나마블대캡콤나와줬으면신작나왔으면좋겠다고했는데이걸그냥이식을전7타이틀을출력트레이닝모드では初めての方も腕を아진짜마블대캡콤신작내줘어온라인모드では世界中のプレイヤーと対戦や協力プレイが楽しめる아캡틴아메리카랑어김레온이랑싸우는거보고싶다고사운드を楽しむモードも마블 vs 캡콤파이팅コレクション아케이드클래식스와2024년発売블랙이도우랑에이다왕이랑한따까리하는거보고싶다고닌텐도스위치픽업타이틀その2엥最大4人で戦うぶっ飛びバトルぶっ飛バード戦いの舞台は大空武器で攻撃し相手の動きが止まったらタックルでぶっ飛ばせぶっ飛ばした回数が最も多い날아다니는애가올이었으면은재밌었을텐데オンライン対戦も可能鳥たちが繰り広げるハードな空中バトルが開幕ブットバードはこのダイレクト終了後配信開始サンリオのキャラクターたちと一緒に過ごしませんか뭐야놀러와요キティ숲이잖아まずは自分のオリジナルアバターいや UI 너무島にいるいろんなサンリオキャラクターたちと友達になって놀러와요キティ숲뭐야양심어디갔어アイテムを作ったりそしてみんなの願いである遊園地を復活させて、UI 너무비슷한데盛り上げてください。カマイたちの。カマタイチェイバン。周年今年。韓国語出資해주세요。任天堂スイッチに登場。物語の原点、カマイたちの夜のメインストーリーと。続編カマイたちの夜2のメインストーリーいやーシリーズ完結編の3部作を収録한글해주세요選択によって変化していく物語あなたがたどる結末とはカマイたちの밤나오면방송으로우리육서단분들이랑같이하면참재밌겠다9月19日発売カマイたちの밤이다任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに新たなタイトルを追加범인은이안에있어아2つのゼルダを1本に収録オンラインでも楽しめる
ゼルダの伝説、神々のトライフォース&4つの剣。赤いと脱出、2つの試練にサムスが挑む。한글이안돼서너무슬퍼요さらに兵器関連企業に潜入し任務を遂行せよ。オンラインマルチプレイも可能。 DLC 좀내주세요。 마스터모드내주세요。 これらのタイトルをこのダイレクト終了後より追加。아진짜이러가능이신분들너무부럽다베어리테일최종쇼가개막어찐페어리테일나왔다이끄하피나이스아니메베어리테일의클라이맥스알바레스대국편이 RPG 이나트도전고다이나피오레왕국을부타이니나츠타치의마지막의싸움이하지마リアルタイムで進行する魔法バトルではスキル、キャラクター同士の連携が鍵となる。모든좋으니까한글로내주세요。仲間と力を合わせ、強敵たちを迎え。모든좋으니까한글로제발。フェアリーテイル2はこの冬発売。死者の魂を憑依する RPG。 さまよえる魂よ。死者の魂ファントムと心を通わせる主人公マローネは、ね、참전략 RPG 하기에는스위치만한게없긴합니다。 그렇죠。相棒のアッシュを救う旅に出る。ファントムブレイブシリーズ完全新作が登場。ファントムブレイブ완전신작이래。バトルは単性のシミュレーションで展開。仲間のファントムをマップ上のオブジェクトに憑依させて戦う。さらに特定のオブジェクトは憑依するとそれ自体を動かすことが可能。大砲で広範囲の敵に攻撃したり、扇風機で敵を遠くに吹き飛ばしたり。それだけでなくマローネ自身に憑依させることも。ファントムブレイブ幽霊戦団と消えた英雄は2025年発売。もうすぐ発売ソフトラインナップその2。30年分のパワフルを。뭐야파워풀은무조건한글안해주잖아안사요안사이동できるのは影のある場所だけスキム오ちっちゃな妖怪の어이거저한테계속영업하던그게임아닙니까写真を撮影して母親の足跡をたどる物語ザ・スターネームド・イオス未明の奇跡へ감사합니다このコミック진짜忍者が나타났다ハイスピード忍者アクション忍者スレイヤーネオ忍者が나타났다抑圧からの解放を求めて戦う2人の物語レナティスはこのダイレクト終了後体験版を配信開始。어정말마리오파티또나와新たなマリオパーティーの舞台は巨大なリゾート。아마리오파티같이할사람없다고最大ボリュームのパーティーが開幕。スーパーマリオパーティージャンボリー。まずは誰よりもスターを集めて勝利を目指す。マリオパーティー최저사양이너무높아요。エスカレーターでフロアを移動しながら進むワクワクショッピングモール。タイムセールになるとスターを半額で購入できる大チャンス。カートに乗ってコースを進むサイコロスピードウェイ。アイテムのマッハサイコロを使えば最大40マス一気に進むことも。마리오파티는친구들이랑인성질하면서해야진짜재밌다고요
一気に逆転も。あ、いい。新作5つのボードに加え2つのリメイクボードが登場。ミニゲームはアクション、レース、頭脳戦などさまざまなジャンルに加え、ジョイコンを振ったり傾けたり、操作方法もいろいろ。いろいろ。収録数は110種類以上。さらにシリーズ史上最多20人で競うオンラインモードを収録。최대20명オンラインモード。ライバルとミニゲームで勝負しながら1位を目指す。20人のサバイバルを生き残れるか。他にも新たな遊びが盛りだくさん。시참20명全てがシリーズ最大級。スーパーマリオパーティージャンボリーは10月17日発売。10월와드럽게비싸네ご覧いただいたのはシリーズ完全新作スーパーマリオパーティージャンボリーです。新たなボード、新たなミニゲーム、와7000엔이넘어新たな遊びなど。야최저사최저사양을충족못하면게임이반쪽짜리게임이되는데이걸이렇게비싸게푼다고。次はこちらの映像をご覧ください。오저거는비주얼은저건데꿈링크인데꿈링크꿈선엔진갖다가저거해주나보다리메이크대박링크의전설みなさんこんにちは。젤다가플레이어블이라고。ゼルダ伝説シリーズプロデューサーの青沼です。やあ。ご覧いただいた映像はシリーズ最新作。ゼルダの伝説、知恵の借り物です。シリーズ最新作で、いきなりリンクが消えてゼルダ姫一人になってしまいましたが、今回はゼルダ姫が主人公です。ゼルダ公主が主人公입니다。ゼルダ姫が剣を振って戦うのと思われる方もいるかもしれませんが、대박이다。今作は見下ろし型ゼルダの当たり前を見直して、아니이걸만들려고왕눈 DLC 없다고한겁니까。映像を用意しましたのでこちらをご覧ください。그러네가슴에트라이포스이거뭐야복선이야가미각시고대의하이랄의각지에나조의사케메가우마레고대의하이랄의무대래そして링크も飲み込まれて消えてしまいました。残されたゼルダ姫は妖精トリーと出会い、トリーロッドと呼ばれる不思議な杖を授かって、あれゼルダ전설하이랄어ゼルダ신작이나올거라고는아예예상을못했는데。道中で見つけたテーブルに向かって杖を振るとテーブルをお借りできました。一度お借りしたのはタピオジェルダ新작이나올거라고는아예예상을못했어。リメイク도아니고。進めない。こんな場面でもテーブルを作り出して足場にすれば進むことができました。借り物は木箱やベッド、さらには水の塊といった変わり種までたくさんあり、組み合わせもどう使うかも自由。わあ、真っ赤魔法だな。世界にあるものをお借りして作り出し、ハイラル中を駆け巡る、それがゼルダ姫の冒険です。魔物たちとの戦いもお借りした石を投げつけるなど借り物で対応します。공주님힘이왜이렇게세요なんと魔物もお借りでき、作り出せば공주님힘힘좀
힘을 숨긴 공주 힘숭봉 どの魔物を向かわせるのかなど バトルでも知恵を生かした戦略が鍵となります。 역시 젤다도 피치과였어. 혼자 힘으로 할 수 있는데 구출되는 게 좋은 거였어. 그냥 그게 취미였던 거야. 링크를 잃었다. 하이랄의 세계. 운명은 젤다 힘이. 봤어요 방금? 그 미파 조상 나온 거? 물고기족. 아, 이름이 기억이 안 나. 젠장. 청년 치매. 아, 조라족. 그래. 조라족도 나왔어 방금. 솔직히 どの借り物をどのように使うかによって謎解きも敵との 비린내라뇨. 레몬 가지고 다녀. 伝説知恵の借り物は 9월 26일? 얼마 안 남았는데? またソフトと同日に特別デザインの わ ハイラル 에디션 이 자식 마지막 값이 재고 처리하려고. どうぞお楽しみに. 기사마 재고 처리하려고. 高橋さんに お返しします. 아오노마산, 감사합니다. 야, 씨. 젤다의 전설 시리즈 최신 작품. 이거 오브젝트를 복사하는 스키법사 젤젤다 다나 크크크. 헤드라인을 ご覧 ください. 라이트 재고 처리 너무한 거 아니냐? 쓸데없는데 갖고 싶어. 사키와 사이버 시티. 정말 쓸데없다. 하지만 갖고 싶어. 아. 와우. 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 미시라는 마치니 마요이콘데 심았다. 1匹의 네코. 元の場所に戻るため、相棒のドローンと共に街を探索します。高い場所に登ったり、ドラム缶を転がして足場を作ったり、狭い隙間をくぐり抜けたり、猫ならではのアクションで。이거 이미 한번 했습니다。猫を警戒する住人。 襲いかかってくる謎の生物。そして徐々に明らかになる街の全貌。無事に元にいた場所に戻れるのでしょうか。ストレイはこの冬発売。 닌텐도 스위치 뭐 그래픽이 내려가는 건 어쩔 수가 없죠. 잠깐만, 젤다가 젤다 신작이 중간에 나왔다? 마지막에 뭐가 나오려고 지금? 최대 4인で 協力することで レアな 電波人間の 出現率が アップする みんなで キャッチや モンスターを 倒すと ゲットでき バトルでも 使える 자, 저희는 지금 많은 걸 건졌습니다. 마리오 앤 루이지 그리고 젤다 신작이 나왔고요. 본작의 配信 마지막은 7월 22일에 결정. 어, 이거 32인이 일동이 개시. 이거 그거잖아. 그거잖아. 같이 놀을 ためには 아이템의 使いどころが 鍵となる。また 바토르 이외에도 다른 플레이어와 교류가 楽しめる. 사라니 오리지널의 스테이지를 作ったり 다른 사람이 作った 스테이지를 플레이することも. 에기 파티와 기본 플레이 무료で. 아, 기본 플레이 무료래. 근데 스위치에서 지금 풀가이즈 나왔어. 역전 검사. 역전 검사 이직하는구나. 미츠루기 레이지가 주인공의 역전 켄진 2 타이틀이 1本になって 華麗に 復活. 와, 합본이야, 합본. 舞台を 法廷から 그러니까 한글화 해 주시는 거죠? 네. 해주겠지. 다른 역전 재판도 해 줬는데. 역전 검사. 해주겠지? 가자. 증거를 토대로 로직을 駆使して 난지켄에 이르. 캐릭터의 비주얼은 모두 일신. 와. 従来のドット表現の選択を可能。
ギャラリーモードではトトロ箱っすよ。映画などの開発資料や BGM、 さらにオーケストラ音源を収録。レジェンドだ、이건진짜로。天才賢治ミスルビレージの過去と現在の何を物語が再び始まる。逆転賢治 1&2 ミツルギセレクションは9月6日発売。9월6일야9월에할거많네역통검사도해야되고젤다도해야되고스위치스위치의봄은다시오나소프트라인업그その3무기와라의일미의기억을메글위대한る冒険へ원피스오데세이네라스에디션합본이면저정도가격에맞아리마스터니까우라사회에오콜료기지겐을가이켓세요英雄伝説黒の奇跡2。さまざまなグーをくっつけてゴールへ導け。グーの惑星2。少し本気を見せてやろう。仲間たちと紡ぐ新たなストーリー。転生したらスライムだった剣。テンペストストーリー。スル전생슬。自分だけの俺ガンプラ。ガンダムブレイク4だ。で戦え。ガンダムブレイカー4。神椿スタジオが送る新作リズムゲーム神椿市競争中。いやリズムゲームイフェクトテンボリン知らないよ。4つの競技で目指すは1位、ウマ娘プリティダービー。あープリティダービー大感謝祭。夏モン有料追加コンテンツの配信が決定。こんにちは。おまさらに広がる夏休み。夕焼けの島とラジオ局はこのダイレクト終了後配信開始。昨日と変わらない普通の一日。マジ？いつもの街、いつもの光景、毎日それが続く。若干그쪽감성이긴한데。なんだよこれ、なんなんだよ。야모든모든좋으니까한글하해줘正体不明の侵略者の襲来で平和な日常を失った主人公スミノタク。そこに司令官を自称する謎のマスコットが現れ、窮地を脱すると同時に最終防衛学園への転校を余儀なくされる。集められたのは15人の生徒たち。みんなでこの学園を守る。生徒に課せられた使命は守るだ。襲い来る敵新校生から学園を100日間守り抜くこと。謎に満ちた学園と避けられない仲間の犠牲。失った日常を取り戻すため極限と絶望にまみれた100日間の学園生活が始まる。弾丸論破制作スタッフが挑む100ライン最終防衛学園は2025年初頭発売。큰거오냐아칼들었어칼들었어칼들었어불안해아까찍힌줄 로맨싱사가2가로맨싱사가어근데되게부드러운데느낌괜찮은데대국의공대となり領土を拡大させながら七英雄との壮大な戦いに挑む。バトルでは新たな技を得得するひらめきや様々な効果をもたらす陣形はそのままに、行動順が鍵を握るタイムライン制へと進む。던제그만내던제낼거면슈로대신장에나내주내주십시오아직썰티다하진못했지만どの順番で七英雄に戦いを挑むのか。슈로대신장에나주십시오。その後のストーリーが大きく変化。
圧倒的な力を持つ七英雄を前に皇帝を継承しながら数千年に及ぶ戦いが始まる。난 새로운 메카가 보고 싶을 뿐이야. 프라모델 내줘라. 싱글사가 2 리벤지 오브 더 세븐 와 SD로 내줘라. 10월 24일 발매. 풀 리메이크로 요미가える 로맨싱 사가 2를 どうぞ お楽しみに. 아, 마지막 꺼내는 거 있잖아. 마지막 ここまで 닌텐도 다이렉트 시청해주셔서 ありがとうございます. 숨겨놓은 거 있잖아. 次が 마지막 映像となります. 그렇지, 그렇지. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그렇지. 뭔데? 어, 잠깐 그거? 코리스 메카닉 그 메트로이드? 메카코리스 K 메트로이드 떴냐? 나오냐? 그거? 나온다고 했던 거? 대박 기타! 둠 치워! 메트로이드 납신다! 아, 옆 동네 둠에서는 용 타고 어? 전기톱으로 썰던데 화끈한 거 없습니까? 어? 빔사벨이라도 써줘. 메트로이드 프라이머. 야, 근데 진짜 오래 걸렸다. 동을 치우라니요. 캡틴 둠과 퍼시픽 둠 같은 탈것도 있던데. 어, 맞아. 그건 인정이야. 퍼시픽 둠 인정이긴 해. 아, 내년 출시? 잠깐만요. 내년에 출시한다는 건 스위치 다음 기종 어떻게 되는 거야? 어? 야, 신기종 뭐야? 신기종 25년까지 꿈도 꾸지 말라는 거야? 출시와 2025년을 예정しています. 여러분들 25년까지 최소 메트로이드 4 출시 전후 3달 동안은 신기종이 안 할 것 같군요. 닌텐도 다이렉트와 이상となります. 고시청 감사합니다. 아, 닌텐도 다이렉트에서 나왔다고 해서 무조건 스위치 1 필요는 없으니까 그런가?